前回のあらす、ほほほ。そして物語は続き、始めるか。スコールが何か発見したようだぜ。どうしてついてくるんだ。あーばいな、セリ落ち込んでる。何、あたみんなのリーダーだから元気づけてやるのが役目のうちだろ。苦手そうだからさ。なるほど、セリどこだ。学園さんステージとこ。あー、バラムガーデンとこね。そうだね、なんかアーバインいつの間にかついてきたもんね。なんでこいつがついてきたかっていうと、そういうそれが理由だったってことか。セルフィーが元気だ。やっぱアーバインはあれだな、セルフィーのこと大好きなんだな。こいつはもう大好きなんだろ、全くしょうがないな、ほんと。まあ最初からあれだもんな、一番最初にあれだもんな、アーバイン仲間になった時にセルフィーにアタックしたからな。何よ、修理入るってこういうことって。どういうこと。そうじゃないけど、行くぞ。何の話言ってんの。頼しいね、うちの班長。うちの班長、班長って響き懐かしいな。小学生ぐらいか、班長って。中学の時って班長だったっけ。まあ、高校は絶対ないよな。いや、高校ないよな。てか、高校に班とかないべ、確か。もう、それぞれ記憶にねえんだけどさ。小中はってやな、多分な。班長と何、副班長か。あ、記憶にねえな。副班長と、なんだ、給食係。それは違うな。係。いろいろあったな、なんか。覚えてるよな。給食係、黒板係。日直。懐かしい響きやな。日直。学園、なんだ、学校日誌みたいな書くのはあれも日直の役目だったか。書いた記憶ねえんだよ、そんななんか。あんまり書いた記憶がなかった気がするな。日直？委員会？委員会。さっぱりわかんない。班長ね、今の世代のあれかな、小学生。まあでも、多分普通にあるんだろうけどな。班長とかよ、どういうのがあるんだろうね。前なんか試験っていうか、どっちだっけ、校庭どっちだっけ、なんか、まあ、ちょっととある試験を受けるなんか中学校とか行ってみたんだけど、あんま変わんねえよな。なんかなんとか係誰々くんみたいな、なんか、まあ、そんなちゃんとは見、まあ、見てないけどさ、なんかあった気がするな。でもどうなんだろうな、ジェネレーションギャップ的なものはそろそろ存在するんだろうか、ちょっともう気になるところであるんだけど。来たよ。ここだね。あ、めっちゃ苦痛じゃん。めっちゃ苦痛やん、もう。そういうことね。バンドがやってた見たかったな。あ、マジで。あまり任せる。どっちにするべきか、これは。ちょ、待て。どうするこれはアーバインのあれか、アーバインのザケッチャに元気出せよ。あんたみたいな無関心男に励まされないかい。その仕事見えるのですよ、はあ、無関心男。人並みに意見も考えもあるさ。どうしようもないことはどうでもいいことが多いだろう。まあね、なんか考えてる。セレム分かってるな、悪かったな。逆になんか慰められてねえ、なんか。これは任せた。聞く任せるな。エアってなんだよ。まあよかったな、アーバイン。頑張れよ。楽しいことしようぜ。何すんだよ。お前ら何をしてんの、一体。頑張れ僕。ガーデン直してるだろ。なるほど。ってことは、ソロフィープロデュースのバンドがステージに立つってことだ。やったじゃん、これはいけるかも。お前らは頑張ってるね。あ、よかった、勝手にワープしてくれて。カットする手間が省けたな。大変だったようですね。まあそりゃあな、日記に書いて公開するってか。あー、マジで。ガルバディヘアの目的、エルオーネを探すこと。魔女イデアの命令、人に過去の世界を体験させる力がある。なるほど。魔女の手先となったガラバディア君が、リフェイジに現れてる。エローネ探してんだね、今の、とりあえず。エローネの居場所をなくすためで最悪だな。同じことを繰り返す。それは止めなきゃいけないんじゃないか。どうする、待てられません。倒すか。
お知らせがあります。どんなお知らせだい？断層してるね。生活に関する重要なお知らせ。ああ、復旧作業中です。この作業終わり次第 U 字を穴で旅に出ます。旅に出る。で、船を探すと。エロに探す？違うかな。また並んでるよ。痛そう。ちょっとやめなさいよ、まったく、ゼルさん。ああ。やる気になってるね。食品が中止になってやってきます。あ、行っちゃった。いいのかい、パンは。もったいないな。今回はもらえたかもしんねえぞ。優勝はリーダーが必要です。それをスコールって言いたいのか。リーダーは図書館好きだね。ああ。マジで？なんでスコール？マジかよ、うわ。こんなやり方ありかよ。ほんとだよな。ひどくね？スコールの意見は。いくらでも勝手すぎじゃないか。よろしくお願いしますよ。おーい。君の運命ですか？おかしくねえか、それ。ほんとだよ。シードいる限り、シードやめる。また考えてるね。他人の目覚めてもな。まあ、そういうことか。自分で倒したくねえから任せたとかそういうこと？あ、よろしく。今回のソプレ彼にプレゼントしたい。あー、楽しそう。そしたら誰だ？いるでしょ、ここに。連想者か。やってみたら分からん。マジで？面白そうだな。リノはメンバーじゃないの。ひでえ。マジか、スネ夫みてえだろ、なんか。のび太、お前はダメだろ、みたいな感じで。これ三人乗りなんだ、みたいな。はぁ、大事な役？ポンと渡されたら何もできないぜ。相談。ああ。マリさん進めてきた学業、うん、舌が回んねえ。はあ。初のパートのうち4つのパートを選んで演奏すれば正しい曲を弾ける。間違ったパートを選択しちゃうと変な曲になっちゃう。ああ。ゼル！ピアノ。似合わねえ。似合わねえな。だがやらせる。でけえっす、やべ。意外と頑張ってるね。すげえな。いや、ちょっと待って。エレキベース。こっからゼルいじりが始まるのか。おお。なんか面白いな。エレキギター。でもこれいいな。エレキベースいいな。俺はこれはこれでありなんじゃないかと思うけどな。しねえな。なんか同じ曲でなんか2種類曲があるんだよね、これね。楽器によって。で、それ、一つの曲で、なんだ、統一しなきゃいけないんだよな。
これいいじゃん。これでいいんじゃね。この曲ってあれだっけ、あれなんかラグナ編のやつか、この曲は。いいや、これで。じゃあ次、アーバイン。ってことはこの曲に合わせるような組み合わせにしなきゃいけないってことだよな。なんか見た目は似合ってるな。面白いな、なんかあれどっちだ。あ、これかな。これか。ちょっと待って、いいのかこれ。エレキベースどんな感じだったっけ。これをゼレにやらせたかったけど。おー、あ、もうこれそれっぽくね。これそうじゃん。これにしようじゃん。次、違うな。ダメだ、それは違う。この曲は どっちの方なんだ。てぃ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 の方じゃね。なんか合ってる。いっちゃえ、もういっちまえ。タップタップって言ってなさいよ。ほほほほ、動きが面白い。てぃ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 だべ。動きがおかしいだろ。ちょっと待って、ギターじゃねえ。だったらちょっと待って、ミスったかもしんねえな。まあこれでいったら、まあでもこの曲だとトゥーでトゥル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 って僕ねえな。いいや、やっちゃえ。いいの、いいのかこれで。ああ、キスティスはピアノっぽかったな。まあいいや、まあいいよ。絶対しくじった。いい感じ、退屈だな。まあ多分しくじったであろう。まあそれはそれで構わないさ。おー、いる、いるじゃないか。しかと、嘘だよ。面白い絡みだな。これ行かないって言ったらどうすんだけど。楽しみだなよ、二人さん。いい雰囲気じゃない。まあね、思い作りならぴったりな場所。ほう、なるほど。気を使っているのか。僕らが言ったらセワル決戦の時攻略するのか。フレイトに懐かしいね。なんかリナおかしくね。なんかそれ触れたもんな、あの時もな。魔女の暗殺の時もな。スコール。おお、なんだよ。スリーバンドの杉田演奏です。お、いい感じだね。お、いい感じじゃねえか、俺。おお。
え、これいい感じじゃねえか。やった。お前らすげえな。やったよ。うおふふ。曲は聴けるのかな、こっち行っても。これか。あーだ、あー何考えてんだ、まったく。長持ってんじゃねえかよ。いい友達を持った。演奏が変？なんだと？どこがおかしいんだ言って、これのどこがおかしいんだ一体。完璧じゃねえかよ。なんだよ、そんなん言われたら俺だって落ち込んでしまうわ。ああ。
委員長。うっそー。なんかあれ、なんかあったの、なんかイベント作ったかな。もう作ったか、これは。時間ちょうどいいから、あと回しとくか。よし、ありがとうございました。